にちは、ハイジーです。今日は情熱のスタ飯どんどんさんにやってまいりました。お店の外にはスタミナがつきそうなお料理の写真がてんこ盛り。加賀蛍光灯に集まってくるかのごとく、ラグビー部が寄ってきそうなスポットだ。そしてこちらの張り紙、マヨネーズバーマヨダクできます。入店するとびっくり、なんと店内にはお漬物やいろんな種類のマヨネーズ、そして生卵がいくらでもトッピングできるバーのスペースがあるのです。ハイジーがオーダーしたのは温玉油そば。というのも店内の張り紙を見ると、油そばというのは疲労回復や健康増進が図れるらしいのです。早速マヨネーズバーに行き、明太マヨネーズと生卵をゲット。一緒に行った奥さんはなんとマヨネーズを4種類もゲットしている。先日ハイジーが自作した油そばには固くなにマヨネーズを入れなかったくせに、これは一体どういうことなんだ。怒りに打ち震えてパーカーのチャックを上げ下げしていると、やってきました温玉油そば。これはピンと合ってなくても美味しそうだ。まずはこちらの温玉を潰してかき混ぜましょうかね。まあそうなんだよね。生卵トッピングし放題だから温玉もったいないなっていう気持ちはちょっとはあるんだけど、やっぱこの良さあるよね。ほらもうぐちゃぐちゃしたらうまそうでしかない。はい、どんどん混ざってきました。なんか出された料理を一旦手元で料理してから食うっていう感じなのかな。こういうのって余計に美味しく感じるよね。さあお待ちかね、バウンドをかましてから食う。すきっぱらに響き渡る。この時点で十分に美味しいんだけど、ラー油を投入。赤みが足されることでさらに美味しそうなビジュアルへと油そばがお化粧されていく。ニヤニヤしながら食う。思ったより辛くなった。イメージしてたラー油じゃなかった。でも美味しい。麺だけじゃなくもちろんお肉も美味しそう。見てください、お肉がもう踊っております。さあお肉の踊り食いだ。ほら美味しい。まあ美味しい。さっきのラー油のせいでちょっと辛くなっちゃったけど美味しい。さあここで明太マヨネーズを投入。ぐちゃぐちゃかき混ぜて、さらにコクが出てきた感じなのではないでしょうか。こっちをチラ見しながら食う。そりゃうまいよと思っていたら、ここで奥さんが衝撃の一言。ほら言ったじゃん、あん時あれだけ美味しいよって言ったのに、なんで入れなかったのよ。でラストは残しておいた生卵を調子によって片手で割ろうとしたら、なんかなかなかうまくいかなくて変な感じになっちゃって、ちょっと手とかビショビショになっちゃったけども、これを締めのスープ的な感じですすると、これもまたうまい。並盛りあっさり完食です。大盛りを注文していた奥さんが急に油にやられて食べきれなくなったから残り食べてくれって言ってきたんだけど、いくら家族でもこんだけぐちゃぐちゃしたやつの残りを食えって言われたら、さすがにちょっと抵抗あるっていうのは分かってもらえるよね。